ちはあみゅです。今日は何をやりますか？今日はですね、100の質問をやっていけたらなと思います、はい、やったことありますか？はい、最新版2024年版何でも聞いてください。今日 NG ないんで。これは期待できますね鋭い質問を早速じゃあ1問目から。お名前は？芦原美桜です。性別は？女性です。年齢は？26。誕生日は？11月14。星座は？サソリ座。血液型は？ B 型。わかんないです。時効前は 151.7 とかです。体重は？体重は28から29を行ったり来たりなんですけど、最近フランスから帰ってきてから戻しきれてなくて多分 30.4 とか。握力は？握力は最近測ってないからわかんないけど、リハビリの時にやってた時で言うと9と11とかだったかな。聞いては？聞いて右。出身は？愛知県。苦手なことは？苦手なこと？お金の管理。趣味は？趣味は、お菓子作りとセルフネイル。特技は？特技は、同じ？特技って何？趣味と特技って違うの？趣味どっちも得意なんだよな。同じ。うん、マジ。自分のチャームポイントは？長い髪。家族構成は？母、父、妹。好きな食べ物は？じゃがりこ、いちご、生ハム、アイス、栗。苦手な食べ物は？魚介類、海のもの全般と、いっぱいあるんだよな、パクチー、セロリ、スイカ、バナナ、マンゴーとか。好きな色は？赤とピンク。好きな曲は？曲？西野カナちゃんが全般好きです。好きな季節は？秋。好きな動物は？チーター。好きな作品は？ドラマだったら3年A組とか。その作品を好きな理由は？現代社会を描いてる感じで、主に結構 SNS の使い方について書いてるけど、 SNS の使い方が良くも悪くも描かれてるから、使う身として身近に感じれるし、それを改めて使い方気をつけようとも思えるし、それを自分が使ってる時だとあまり感じにくかったりとかもするけど、ドラマで描くことによってなんか第三者として見れるのも好きです。好きなキャラクターは？いっぱいいるよ。マイメロ、スティッチ、アリエル、マリーちゃん、リーナベルあたりぐらいですがね。好きな芸能人は？好きな芸能人、なんか実際に別になんかお会いしてどうこうとかじゃなくてファンとしてみたいな感じだったら、ローラちゃんと三浦翔平くんとマツコデラックさん。座右の銘は？座右の銘ってなんだ、調べていい？マハトマガンジーさんの言葉で、明日死ぬと思って生きなさい、永遠に生きると思って学びなさい。だから生きるには明日死ぬかもしれないと思って今全力で生きるけど、学びに関しては永遠にこう生きると思って常に学び続けなさいみたいな、それが好きですね。なんで好きになったんですか？好きになった理由？ その言葉との出会いはたまたま SNS でなんか流れてきて響いたって感じかな、うん。学生時代所属してた部活は？中学生の時は美術部で、高校生の時は帰宅部です。生徒会やってました。1年生だったんで初期です。自分の長所は？好きなことをとことん追求できること。自分の短所は？これ高校の時も言ったな、一個のことを集中しすぎると周りの目が見えなくなること。これなんか中学の時にさ受験で言った気がする、今変わらないです。自分の性格を一言で表すか？明るい、わがまま。口癖は？口癖？じゃない。今後の動画で見つけてください。似ていると言われる芸能人は？わかんないな。誰か似てます？似てるって自分では思ってないけど、すごい TikTok で昔めっちゃコメント来た人いたんですよ。48系のアイドルちゃんで、この人似てるって言ってましたね。もしくはあと七尾さんも言われたりする。朝起きて一番にすることは？携帯で時間を見る。カラオケのお箱は？カラオケ歌わない、基本的に聞く線なんですけど、だからお箱とかないです。行ってみたい都道府県は？行ったことないってことだよね。行ったことないとこはどこも行きたいです。でも今一番行きたいのは茨城県です。なんでですか？行きたいところがいくつかあるんですよね。行ったことない県で行きたい県っていうのは毎年なんかあるんですよ、絶対ベスト3みたいな。だいたい1位からクリアしていくんですよ毎年。だから上がってって上がってって今茨城が一番って感じです。行ってみたい国は？いろいろあるけど、タイと香港。なんでですか？タイは私猫科の動物結構好きなんですけど、トアラと写真撮ったりとか触れたりとかするところが結構タイ多くて、それに行きたいのと、香港は海外ディズニーを全部行きたいんだけど、特にまあ香港のディズニーに行きたいから。なんか違うんですか？
まず海外で一番空いているディズニーって言われてて、待ち時間が比較的アトラクションとかも少ないのと、グリーティングが結構メインであるというか、ダッフィーフレンズ、日本だったら C にしかいないキャラクターなんだけど、香港はそのダッフィーフレンズが基本的に揃ってて、日本ってダッフィーとシェリーメイちゃんしかいないけど、香港は他にリーナベルちゃんとかダッフィーフレンズがいて会えるスポットがあって、それで行きたい。よく見る YouTube チャンネル、YouTuber さん固定しては正直見ないんだけど、やっぱディズニー好きだからディズニー関連の投稿してる人とかは結構単体の動画として見たり、アイニャンちゃんとかディズニーばっか投稿してるんで、そこは比較的見ます。初恋は何歳？小学2年生。何歳だ？8歳。初恋の思い出は？思い出？両思いだったこと。きっかけは何だったんですか？好きになったきっかけは。きっかけ、はい、絵が上手だった。授業の絵が上手でかっこいいなって。いや、なんか休み時間にサッカーとかやるタイプだったけど、私は校庭に行くよりは室内で描くのが好きだったの、自由帳とかで。でも雨の日って、まあ、みんな校庭出ないから室内じゃないですか。その子は雨の日は絵を描いてて、でそれが上手だったっていう。それでキュンって来てしまったってことですね。キュンは最初はそうかな。すごい素敵な思い出、ね、好きな異性のタイプ。優しくて虫が退治できてタバコ吸ってない人。苦手な異性のタイプは、すぐ LINE を聞いてくる人。ピンポイントでこういうことがあるってわけじゃなくてSNS とかでも今連絡取れる時代なのに、他の SNS でもなのに、わざわざ LINE を聞いてくるのがちょっと正直苦手。そんなに親しくないかったりとか、なんか仕事の連絡まだバンバンする仲じゃないのに LINE を聞かれるのあんまり好きじゃないんですよ、っていうのが前提にあるからかな。好きな同性のタイプは、女の子だったら気さくな子とか性格的には男っぽい女の子の方が合うかもしれないな。気が合うというか、リアルな友達とかで遊ぶような子はそうかもしれない。気さくな子とか結構話しちゃうタイプだから、聞くのが得意な子とかかな。逆に苦手な同性のタイプは、ぶりっ子みたいな苦手というか、どう接したらいいかわからなくなっちゃう、と一歩引いて見ちゃうから、どういう風にコミュニケーション取ったらいいかわからなくなっちゃう。恋人にするなら年上、年下、同い年。精神年齢が年上、実年齢は正直あんまり気にしてない。蛙化現象になったことってありますか？蛙化現象私ないですよね。多分なんか好きだったら割とそういうとこ見えなくなっちゃうタイプだから、好きだったら何でも許してじゃないけど、だから引くってことが多分ほぼない。理想のデートプランってありますか？その時々やりたいことを聞いてくれる方がいいです。割と多分その時これしたいとか、あそこ行きたいとかがあるタイプだから、すごい率先してリードしてくれるよりは、聞いてくれてスケジュールを立ててくれる方が好きです。理想のプロポーズあんま考えたことないから、何でもいいのかもしれないどうだろう。理想のプロポーズはあんまりこれってのはないんですけど、その瞬間をちゃんと動画収めてくれてる方が好きです。それをいわゆる公表するかしないかとかは別として、自分たちの思い出として動画撮っといてくれたりとかした方が好きかも。恋愛は追うか追われるか。スタートはいつも追ってくれてからが始まり、絶対自分からあまりこう好きになったりとか深く行ったりとかしたことがないから、基本的には追ってくれて好きになるタイプなんですけど、何年か経つと逆転しちゃう、なんかいつの間にか追ってる側になりがち。今まで告白された回数は？数えたことない。ざっくり大体どのくらい？ざっくり、うん、めちゃくちゃ多いわけでもないので、まあ、10回あるかないか。今まで告白したことありますか？ないです。ここからちょっと突っ込んだ質問をいいですね。休憩大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ファーストキスはいつ？ねえ聞きたい。ちょっと待って、ワーストキスって私いつだったんだろう。ポッペの中とか違うよね。小6。早いっすね。え、小6早い？周りも普通につけて。え、もう全然いますよ。ファーストキスの思い出とかシチュエーションは？ほるね。思い出？その時正直多分ファーストキスっていうことを思ってしてなかったから、逆にファーストキスいつとかそういう会話が、それこそ中学生とか高校生になったらみんななんか聞くじゃないですか。でも当時その小学校の時とかはそういう言葉はなんか別に聞き合うとかはなかったから、これがファーストキスだったって覚えてない。なんか今思い描いたその人とのステーションどこでしました？外。公園とか？
公園じゃなくて大きいショッピングモール、はい、どういう流れというか普通に聞かれた気がする。聞かれたというか注意していいじゃなくて注意したいだったか言われたかなんか前置きがあって確認されてからでした。キュンとする異性の仕草。キュンとする？あんまりキュンっていうのがないかもしれないけど、あーなんかさりげない優しさが好きだから、例えばレストランとかで食べ物めっちゃあっていくつか頼んで取ろうとした時とかに、例えばなんか水があって当たりそうとか服の袖がなんか入っちゃいそうとかの時にどかしてくれたりとか、あと写真結構撮ってってお願いしたりとかするから、その時に髪もうちょっとこっち向きがいいとか、髪かけといたが例えば写りがいいとかアドバイスしてくれたりとかかな。一番際どい質問しますね。はい、初体験はいつ。これここで答えるの？本当に言ってる？ガチで言ってる？別に隠すことはないんだけど高一です。お相手はどんな方だったんですか？当時付き合ってた方、同級生は超えてました。これじゃあ次回なんかちょっと別の機会に何を話すの？得意料理は何？得意料理基本的にはレシピ見れば作れるんですけど、ガパオライスとか正直簡単なのよ。ガパオライスってぶっちゃけパプリカとか使うから彩りよく作れるから簡単なのに彩りも良くて美味しく作れるみたいな。比較的魚料理以外だったら割と作れます。今挑戦したい料理は？挑戦したい料理、料理は好きですか？あ、好きです。基本自炊です。え、なんだろう、なんかシチューとかのパイで包んだやつとかオニオングラタンスープとか、なかなかあんまりそのオーブンまで使うみたいな、なんかやった後にさらにオーブン出るのはあんまりしないかな。そういったところかな。結構本格的ですね。すごくないですか？そのなんかああいうのとかクリスマスパーティーとかでやったらなんか楽しそうだなとか思いながら、なんだかんだあんまりそういう女子会的なことしないから、うん、なスマホの待ち受けだめよ。何もやってないよ。楽しかったことってありますか？ディズニー昨日行ってました。悲しかったこと？悲しかったこと、あ、昨日のディズニーで昼のパレードが雨降っちゃったこと。でもなんかまあそれも正直ティンカーベルとかがカッパ着て出てたんですけど、逆に雨のは初めて見たからそらそれでいいかなとか思っちゃったりもするから、本当に悲しいってなったらちょっと分かんないかも。怒ったことは絶対あると思うんだけど、その場の感情的だからなんか深く怒るってことないかもしれない。その時え、なんでこれなのとか、なんか仕事でもこれなんだろうとかあったりあるかもしれないけど、そんな根に持つほど怒ることがなかったと思う。最近嬉しかったこと？嬉しかったこといっぱいあるよ。本当に最近だったら昨日のディズニーで声たくさんかけてくださるんですけど、あいつも見てますってキャストさんも声かけてくれたりとかもあるんだけど、動画を見てくれてる子と写真を撮り終わった後にさあ次のとこ行こうと思ったら声かけてくれた女性が言って、誰か分かんなかったの、久しぶりって言われて、そしたらなんと私が事故の時に退院するまでにリハビリでついてくれてた担当のリハビリ訓練士さんだったの。退院してから1回も会ってないから本当に10年ぶりの再会ですごい嬉しかった。その時マジで泣いた、えーってなって。本当に10年ぶりの再会だったからスペースマウンテンの近くですごい泣いてたわ。得意なスポーツってありますか？得意なスポーツはないです。得意な科目は？美術と家庭科。テンションが上がる瞬間は？いろいろあるけど、街中で応援してくださってる方に声かけてもらってファンの子と交流できた時と、あとは可愛いものを見た時とか可愛いものを買った時かな。よく着るファッションの系統？本当にバラバラ。それこそスポーティー以外は基本的にいろいろ着ますね。カジュアルは少なめかもしれないから、割と可愛らしいとかが多いかもしれない。初めて買った CD を思い出せないです。でも西野カナちゃんか嵐かどっちかだと思います。休みの日は何してますか？休みは基本的になんか作らないから、これしたいから休むみたいな感じなんで、ディズニーに行ってるか出張先で観光するか、大体どっちかですね。誰にも言えない秘密は？誰にも言えない秘密？秘密ならここで言っちゃあかんくない？一つだけ願いが叶うとしたら何を願います？もう広く言っていいの？1年間海外ディズニーで飛び回ること。ディズニーでしか過ごさない1年間。超能力を手に入れられるとしたらどんな超能力がいいですか？
なんだろうな、超能力って、例えば瞬間移動はしたいんです。それはわかる。移動の時間のロスがないもんね。時間を戻せる。それどういう意味で？失敗しちゃった時とか。あー、それはないんだよな私。本当になんか時間を戻したいと思うのは楽しかった時だけなの。楽しかったらもう一回味わってから、昨日ディズニー帰る時にマジ朝に戻らないからえ、もっと寝なくても大丈夫だから。あー、めっちゃそれわかる。瞬間移動もわかるんだけど、確かに寝ない体欲しい。そうしよう、私も寝ない体が欲しい。定期テストはコツコツ勉強するとか、もう一夜漬けするとか。愛の子だな勉強基本下手なんで、ノートに一回一回全部写すんですよ。時間はかけてるんですけど、そこは別にその過程は覚えられてないんで、暗記で言えば一夜漬け。なんで一回写すの？私めっちゃカラーペン使うタイプだったんですよ。教科書見てもその同じ色で書かれてる、その黒字でたまに赤字ぐらいだと覚えられないから、自分の覚え方というか覚えやすいようにカラーペンを使って一回ノートに書きたいタイプだった。そっから暗記するタイプだった。めちゃめちゃ効率は悪いんですけど、私結構絵で覚えちゃうタイプなんですよ。だから色使いとかすごく大事だったりとか、理科とかだったら生物が得意だったんですけど、生物ってなんかこう物体の形だったりとか、顕微鏡の形もなんかここにプレパラード置くとかいろいろあったじゃないですか。ああいうのも絵で覚えるから生物が得意だったんだけど、自分の覚えやすい見え方にしないと覚えられないタイプだった。よく使うアプリは？ああ、インスタ。子供の頃はどんな子だった？普通の子。ストレス解消法、なんか可愛いカフェに行くとか、結構その多分可愛いもので浄化されやすいから、インスタで例えば行ってみたいところをひたすら見てるだけでも結構浄化されるタイプ。尊敬している人って別に有名人とかそういうわけじゃないから、その人自身はすごいやりたいことをめちゃくちゃやってて、一見わがままに見えるみたいな。でもその人のやってることとかはすごいちゃんと自分の芯持ったりとか軸持って活動されてるし、だからこそ周りの方はちょっと一見振り回されてるように見えるけど、でもその人自身たちは軸とかの部分に共感して動いてるとか手助けしてくれたりとかしてるから、人は集まってる。割と好き勝手やってる人に惹かれる。だけどただの好き勝手じゃなくて、ちゃんと周りへの優しさがあったりとか、ブレない軸を持ってたりとか、見た目が個性的だったりとかですかね。ディズニーか一番聞かなくていいレベルだよ圧倒的ディズニーですね。10対0ぐらい。ごめんなさいユニバさんユニバもたまに行きますよ。でも好きで言ったらやっぱディズニーですね。ディズニーの愛はまた別で語ります。恋愛と友情どっちが大事ですか？友情じゃないかな。どうだろう、恋愛と友情って難しいね。いやー、そこは正直難しいかも。何がとの約束でも先着順だしって思っちゃうから。けど恋愛と仕事だったら仕事かも。友情だとちょっと難しいかも。ポジティブかネガティブ？ポジティブだと思う。無人島に一つだけ持っていけるとしたら何持ってきますか？携帯？自分なくなりますよ。そんな永遠の話？一日限りとかじゃなくて？一日限りだったらさ、動画とかさ、写真とか撮ってさ、後日投稿したりとかさ、その場だけでしか撮れないものを撮ってきたいじゃん。明日もし世界が終わるとしたら何をしますか？何するんだろう。自分の好きな人たちを誘ってディズニーに行く。好きな人たちとこうだったよねとか、あの時楽しかったよねとか思い出話したり、例えば感謝の言葉伝えたりとか、そういうのもすごい大事だなと思ったから好きな人とディズニーに行く。好きなコンビニチェーンって私コンビニなかなか行かないんだよね。支払いの時に行くぐらいなんですよ。飲み物水しか飲まないんで自販でいいなって思っちゃうか、もしくは常温の水持参するか、家だったら水だから、もしくはその本当にもうディズニーとかみたいに映えとかでカフェ行ったりとかそういうのはあるけど、わざわざコンビニでジュース買うとかはないから行く機会があんまないんですよね。人生で一番高かった買い物、これ言っちゃう？車？人生で一番楽しかった思い出は？一番か、むずいな。一番じゃないかもしれないけど今思いついた範囲っていい？だったら去年の3月にパリに行ってたんだけど、そこでパリのディズニーに行って9年ぶりかなくらいにビッグサンダーマウンテンに乗れたこと。足切断してから日本のディズニーでは乗れなくなっちゃったんですけど、ビッグサンダーが一番好きなアトラクションで、それがパリのディズニーで9年ぶりに乗れた時は楽しかった、嬉しかった、人生一番失敗した思い出は？失敗した思い出、なんだろう、何があるんだろう。何ですか？僕は初ロケディレクター初デビューで、前日緊張しすぎて寝れなくて寝坊しました。
え、どういうこと？寝たんですか？結果結果寝て、結果寝て朝早くて起きるな。やべっていうそのちょっとちょっとあると思うんですよ。結構時間にルーズなんで、待ち合わせ時間なのに10分遅れそうとか、やばーみたいな、ちょっとそういうやばいはありますよ。でかいのが思いつかない。思い出した、いつか忘れちゃったんですけど、21とか2とかくらいに隅田川の花火大会に友達と行ってて、結構屋台好きでいろいろその食べてて、お酒って基本的に外で飲まないんですけど、その時は氷結がさ氷水になんかこう売ってて、写真とかも撮りたかったし買って飲んでたんですよ。普段お酒弱いから一缶飲まないんですけど、その時は多分4分の1とか本当にちょっとしか飲んでないのに気持ち悪くなっちゃって、浴衣着てたんでめっちゃ多分帯とかきつく締め付けてたのもあって、そういう気持ち悪くなったこと。それで街中で吐いちゃったとかではないんですけど、そっからもう絶対に着物とか浴衣着てる時はもう絶対飲まないようにしてます。朝ごはんはパン派かご飯派か。朝ごはんか、あんまり朝ごはん食べないんだよな。普段は食べないですけど、旅行先だったら割とパンとかそっち系選びがちかも。ホットケーキとかそっち系かな。よく使う LINE スタンプは基本的にあのもうディズニーかサンリオかしか使ってない。自分らしく生きるためにはどうすればいい？まずは自分のことを知ることじゃないかな。自分ってこうだなとか、こういう人と接したら自分はこう思うんだなとかさ、こういう時はこう感じるタイプなんだなとか、自分のことまず知ること、それに素直に生きることだと思うけど。好きな女性の髪型は？その子に似合ってればいいと思っちゃうけど、まあ、ロングヘアの方が好きかも、どちらかといったら。好きな男性の髪型は？あー、髪型ね、これは大事よ。私は顔より髪型重視タイプなんで、その後似合ってるっていうのがまあ一番なんだけど、割と襟足とかあるタイプが好きです。割と長めというか、前髪がこう長すぎて分かれてるみたいなあるじゃないですか。は、まあ、あんまりなんだ。何フェチ？あー、匂い。好きな天気は？天気ね、これむずいな。晴れが好きだったんですけど、その時によるけど、曇りも好きです。雨が絶対に降らない曇り。理由は？理由は、いや晴れだったらさ、やっぱ外出た瞬間さ、あ晴れてるって気分上がるというかさ、気持ちいいじゃん。掃除とかもはかどるし、そういう意味では晴れが好きなんだけど、最近めっちゃ何回もディズニー行ってて、晴れか曇りで当たるのね基本的に。ってなった時に晴れてると逆に写真撮りづらくて、物撮りはすごいできるんだけど、私を撮ってもらったりとか自撮りするってなると、太陽がある反対側に行っちゃったら逆光とか髪の毛の影ができちゃうとかで、すごい撮りづらいと思って。でも曇りの日はその影が全然できないの。だから曇りってめっちゃ写真撮りやすいって気づいて、そういった意味でなんか晴れも好きなんだけど、雨の降らない曇りもいいなって発見した。自分を動物に例えると何？分かんないんですけど、よく言われるのは猫って言われます。自覚はないけど気まぐれなんだと思います。都会と田舎どっちが好き？正直どっちもどっちの良さもあるんだけど、住むのは絶対に都会です。もし自分が総理大臣になったら何をしたい？まあ、正直さ、その賛否両論あったりして、みんなのためにって言うけど、絶対みんなが納得するのはできないと思ってるから、よくありがちな一般の声を聞くじゃないけど、誰かさ、そのご縁で話を聞いてくとかさ、学校の生徒に聞くとかのレベルで、なんか一般の子たちに聞けたらいいんじゃないかなと思うかな。何に不満があるのかとか。出身地のいいところは？名古屋飯が美味しいところ。名古屋飯って何ですか？味噌カツとか味噌煮込みうどんとか、まあ、手羽先とか。でもなんか結構味噌ベースがやっぱ好き。なんかあとはもう本当に友達がいるから、結局引っ越したくないとかの気持ちが多くて、地域で何がいいかって言ったらちょっとご飯。何歳までサンタさん信じてました？中学1年か2年か。でも今でもいますよね。北極じゃないけど、なんかあっちの方いますよね、サンタさん。シベリアンハスキーみたいなのに乗った。トナカイじゃないんだけど、いるよね。未来に行けるとしたらいつ行く？未来、興味な。あ、じゃあ29歳とか30手前、29歳に行って、え、まだこんだけしかいろいろ動けてないのって思ったら、もっと今頑張れそう。最後いきます、ね、はい。夢は何ですか？すんごい先まではあんまり見てないタイプだから、夢は、その私は障害者というよりもぐちゃぐちゃ車いすユーザーに結構絞っちゃってるけど、そういった方たちを自然と目にする社会を作ること。福祉の勉強しようって思って初めて障害について知るとか福祉について知るとかじゃなくて、ご飯行ったりとか美容室行ったりも含めてだけど、なんか街中でそういう人たちを自然と目にする機会を増やすことっていうか、社会を作ること。だからテレビとかに
出た時とかも、今だったら LGBT の方とかが出ててもそういった話題を話すからそのことを知ろうって思うかもしれないけど、でも言うて自然とそういうタレントさんって結構いて、普通に番組出て性別とかあんまり気にせず見てることって多いと思うんだけど、どうしてもまだ車椅子ユーザーさんとかだったら、それこそ私もそうだけど車椅子モデルさんとか目新しさがすごいあると思うんだけど、それがなんか当たり前の社会になってたら何も思わないというか、多様性っていう言葉をあえて使わなくても多様性な社会になってることが目標というか私のやるべき夢というかかな。すんごい硬いじゃん最後。いいっすね、いい締め方でしたよ。いかがでしたか、100問なんか私、はい、正直100室って淡々と答えてあ早いだろうなみたいな思ったんですけど、一個一個なんか自分の中で理由もあったりとかするじゃないですか、ってなると意外と時間かかるんだなって思ってましたということで、最新版とか言ってたけどあんまりなんか変わってないところが多分多いし、私のことをすでに知ってくださってる方は改めての機会だったし、新しく知ってくださった方は、まあ、こんな方やなっていうのを知ってもらえる機会になったんじゃないかなと思います。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあ僕から一つ出しお願いします。お、自分が一番大事にしてる、大事にしてること、いろいろあるんだけど、楽しむ気持ち。じゃあなぜですか。楽しい気持ちでいたら全部がうまくいってる気がするから、なんか失敗したとしてもそんななんか失敗に感じないし、次への生かすきっかけに自然と考えられるし、楽しかったらきっと人にも優しく接しられるし、自分の楽しいっていうのも大事なんだけど、周りへ対してもいい影響を与えられる自分でいられるから、だから楽しい気持ちはするないかな。